皆さんこんにちは東京安定協会の山田です今回は私の奇跡的体験というテーマでお話をさせていただきます私はひどい花粉症です普段は自宅でリモートワークをしているのでそれほど問題はないのですがある時花粉の飛散の多い日に出社することになりましたこの日は花粉予想で真っ赤かで花粉が非常に多く飛ぶ花粉症要注意の日でした この時期は就寝前に必ず花粉症対策の薬を飲むのですがこの日の前日に限って忘れてしまい会社に向かうバスの中で気づきましたそれも鼻がムズムズしてきてはっと気づいたのですすでに手遅れでしたしかし私には神様がついていますバスの中で神様に薬を飲んでいませんが全く花粉症の症状が出ないようにお助けくださいとお祈りしましたこの日は花粉大量飛散というだけでなく 風も強く吹いていたので私の常識からいくと100%症状が出る状況でしたところがです神様は私の願いを聞いてくださり私の常識を完全にひっくり返してくださいました外でもオフィスでも一切花粉症の症状が出なかったのですこのことは私にとっては奇跡的な体験となりました実際この次の日は自宅でのリモートワークでしたが薬を飲んでいたにもかかわらず 窓を開けただけで花粉症の症状が出てしまいこのことも相まって今回体験したことの凄さを改めて感じました素晴らしい神様を褒めたたえますそれではまた